照射ブレイク、セルフラック、コールショット、タイムルール40秒です。ギャラリーの皆様、選手の素晴らしいパフォーマンスやプレーにはどうぞ大きな拍手や歓声を持ってご声援いただきますようお願いいたします。長時間ずっと黙って集中してみてると、はい、結構疲れるんですよ。あ、そうなんですか。こうインプットと言いますか、ずっと見てるだけですからね、はい、なんか発散する場があった方がいいと思うので、はい、やっぱりオーナーショットと思ったら拍手をする。そうですね、で、みんなが拍手するから拍手するんじゃなくて、みんなが拍手しないところで拍手すると数だなみたいな感じで、あ、今のショットの意味分かってるねって、分かってる人は分かると思うんで、そうなんですよね。そういったあたりもね、ぜひ、はい、自分なりの判断で結構ですので、拍手声援ぜひお願いしたいと思います。お願いいたします。カメラに入って集中した時はね、ちょっとお静かにいただいて、はい、プレーが決まったところで拍手声援をお願いしたいと思っております。で、それからもう一つご案内したいことがあるんですけれども、この試合が終わって次の回転ですね、はい、準々決勝に当たります。今のところ12時30分頃は予定されていますけれども、その試合の前に過去30回のジャパンオープンを映像で振り返ろうというヒストリーイベントを開催しますので、試合開始のベルが鳴りましたら少し早めにお席にお着きいただいて、 その映像をご覧いただきたいと思います。なかなかの映像です。実は今日ある偉大な選手の表彰がございまして、はい、世界的に有名なあのプレイヤーが表彰されるということなので、はい、ぜひそのイベントにもご参加いただきたいと思います、はい、楽しみにしていてください。では選手の皆様、2分間練習を続けてください。各テーブル、練習する選手が交代するタイミングのようですね。そうですね。どんな練習をするか、非常に楽しみなんですけれどもね、はい、ブレークばかりやる人とか、難しい球ばかりやる人とか、まあ、手堅く入れる練習をする方とか、まあ、こういう練習の仕方を見ると、自分が試合に出るときね、どう練習していいかというのを、まあ、非常に参考になるかと思いますので、ぜひこちらもゆっくりご覧いただきたいと思います。
練習が終わったテーブルはバンキングをしていただいて、先行後攻を決めてラックを組んだ状態でお待ちいただきたいと思っています。各試合一斉ブレイクでスタートします。ラックを組んだ状態でしばらくお待ちください。さあ、各テーブル準備が整ったようでございます。それでは選手の皆さん、ブレイクの準備をお願いしたいと思います。準備をした状態でお待ちください。一斉ブレイクでスタートさせていただきます。よろしいでしょうか。第31回ジャパンオープン決勝トーナメント男子ベスト16の試合を始めます。プレイゲームブレイク。ではごゆっくりお楽しみください。
試合結果をお知らせいたします。8番テーブル、ウークンリン対大西総の対戦は8対3でウークンリンの勝利です。